こんにちは、宇治天然温泉源泉です、これは何かというと当店の鱧御膳ですね。鱧御膳、これですね。鱧御膳についている釜飯になっています。この釜飯を、ね、今炊き上げてるんですね、この火が消えるまで、待ったらかなりこうふっくらして、美味しく食べていただけるということで、待ってます。こう結構湯気が出てきてね、湯気からこう美味しい出汁の香りがしますね。あと鱧のふんわりした香りもします。それもその匂い嗅いでるだけで ねちょっと開けて食べたくなるんですけど、もうちょっと待つということで、当店はねこういう風に、結構熱々とか、この出来たてを味わっていただけるのも、醍醐味だと思うので、ぜひ当店に来たら、この鱧御膳の炊きたてのこの釜飯味わっていただけたらと思います。以上です。